ミカとトミカキッズが楽しく暮らす街、トミカタウン。今回はどんなトミカがどんなところで活躍するのかな、みんなで見てみよう。出動指令、県警ファイヤーステーション。トミカタウンで火災発生、直ちに現場へ急行せよ。いつ襲ってくるかわからない災害からトミカタウンを守るため、勇敢な消防隊員がこのファイヤーステーションに配属されている。その名はトミカファイヤーチーム。彼らはファイヤーチーム指揮隊長のもと、数々のトミカ緊急車両を駆使し、様々な災害へ立ち向かうのだ。そして今日もここファイヤーステーションでは、災害に負けない強靭な体力と精神力を身につけるため、厳しい訓練が行われていた。よし、本日はトミカ緊急車両を使用した訓練を行う。はい。こうして隊長が指導する消防訓練が開始された。消火訓練開始。最初に行われるのがモイタ CD1 型ポンプ消防車を使用した消火訓練。放水開始。ブロワー始動。大型ブロワー車による煙や有毒ガスを吹き飛ばす訓練。要救助者救出開始。災害対策用救助車3型を使用したレスキュー訓練。過酷な訓練が続く中、突如中央指令センターに緊急入電。トミカタウン A 地区にて大規模火災発生、直ちに全トミカ緊急車両出動せよ。ラジャー指令ルーム、カタパルト展開。全車両緊急変形出動。全車両現場へ急行せよ。ファイヤーステーションは緊急車両出動時にその姿を緊急変形させるのだ。全隊員に次ぐ、現状建設中のビル火災のため内部に要救助者ゼロ。現着後直ちに消火活動に移られたし。了解しました。緊急車両が通り出す道を開けてください。現着。放水活動開始。了解。急げ。燃え盛る炎に立ち向かうトミカファイヤーチーム。日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮し、無事ビル火災は鎮火した。しかし災害はいつその牙を我々に向けてくるかわからない。トミカタウンの安全と安心は君たちの肩にかかっているのだ。頑張れ我らがトミカファイヤーチーム。